割と質問箱からこういう質問が来ました。現在ヒアリングの壁に直面しています。音声付き教材の提携文や認証代名詞が主語の短文、まあ短い文ね、は、まあ、聞き取れるようになってきましたが、初めて聞く会話文や主語が長い長文、えー、また子供向けのフランス語アニメなどもところどころしか聞き取れません。ネイティブスピードの100以上の数字、後ろに右歩ーー、まあ言うね。 何時、3時、何分とかの字ね、がついた数字の聞き取りにも苦戦しています。先生はどのようにヒアリングの勉強や練習されていましたかこれまで実践してきた勉強法、おすすめの教材等をご紹介いただけるとありがたいです。語学レベルは、普通研順2級取得済みですということなんですけども、すみません。ものすごい失礼なこと言いますけど、多分ね、語彙力はないんです。単純に言って語彙力の問題だと思います。 あのヒアリングっていうのはね耳を鍛えればいいかっていうとそんなことはなくて基本的に語彙力がないと聞き取れないですよ。でもう一つはあの自分で発音する訓練もしないとダメだと思うんですよね。いわゆる外国語学習において4技能っていうことを言ったりしますね読む書く聞く話すっていうのがありますけれども基本まあその4つを えー、同じようにして伸ばしていけるっていうのが理想的なものなんですけれども実際の実際には、えー、自分の周りに、えー、フランス人がいるかとかどこか学校で習ってるか独学かとかっていうことによってもその4技能をどうやって伸ばせるかっていうのは変わってきますよねですから4つの技能を同じように伸ばしていくっていうのは超理想であって現実的にはまあ難しいとは思うんですがそれでもね4技能あるっていうことを意識してくださいそして4技能を全部伸ばすってことを意識して くださいでその聞き取るためにはですね自分で発音できる必要もあります。で発音できるようになるために聞き取らないといけないっていうことでそこはこうある意味循環しちゃうわけですけれどもでそこにねこのスペルっていうのはねやっぱり絡んでくるんですよ。その聞くと話すっていう音に関係ありそうなもの音だけに関係がありそうな分野っていうふうに。 まあ、見えるかもしれませんけど、聞こえるかもしれませんけど、そこにはね、やっぱり、ね、読み書きも関わってくるんですよ。例えばこの、えっ、ー、と、後ろに、ユーロとか、3時何分とか、時刻の G だよね。こういったものがつく数字の聞き取りっていうのは、まあ、すごく乱暴に言うと、その数字の最後と、このユーロのうーとか、 えー、三字のウーフのアッシュのダッシュとかそのま,まウーフの部分ね、そこがくっついて読まれるっていうことはさ、くっつけて読んだ時にどういう音になるかっていうのは元の数字のスペルを知らないとならないんですよ。だから例えば一から千までのユーロっていう単位をつけてさ、一から千までの一ユーロ二ユーロ三ユーロ四ユーロっていうの全部覚えるかっていうと覚えないんですよね。 それは多分ね、応用が効かないので、まあ、あのー、主な数字についてスペルを覚えていくことによって、ここは、えー、リエゾンするんじゃないかみたいなことがね、だんだんだん,だん分かるようになると思うんです。 だからこの、ちょっといくつかのことを、まあ、言ってきましたけれども、ちょっとそろそろまとめておくと、その音声付き教材の定型文、認証代名詞が主語の単文は聞き取れるようになってきたっていうのは、逆に言えばそれしかまあ聞き取れないわけで、なぜそれしか聞き取れないかというと、そういうところに出てくる単語は簡単だからです。だからもっとね、あのご自分であの文章を読み込む、あの、この、なんていうの えー、いわゆる読む、書く、聞く、話すの中で読むね。読むをまず増やしていって、語彙力を増やしていって、まあ、あるいは、まああの、どうしても普通剣とかに受かりたいんであれば、もっと普通剣の上の方に受かりたいんであれば、あのー、何て言うんでしょう、単語帳を買ってでも、単語集を作って、単語ノートを作って、単語カードでもいいや、作ってでも、語彙力を増や,す増やさないと、あのね、伸びないです、これは。 あのはっきり言いますけど語彙を増やさない限りまあほぼほぼこの先どれだけ続けていても伸びないですね基本的にその語彙を増やすことによってその、えー、聞き取りの能力も増えて、えー、高まっていくと思いますだからまず語彙を増やすとでその語彙を増やす時に、まあ、読んだりする中で文章を読んだりする中で語彙を増やしていくわけですけどもそこでねできればその 単語ノートでも単語帳でも単語集でもいいです。市販の単語帳でもいいです,でもいいですけれども、えー、とそれを、ね、読むってことも必要ですね。だからまあ,あの、もしそういうものがあればってことですが、音声教材付きの単語帳、単語集みたいなものを用意して、それの音を聞きながら語彙を増やす努力を日々するってことですね。 で、えっ、ー、と、まあ、いわゆる普通剣用の単語帳とか単語集っていうのを、まあ、単語帳っていうのかな、単語集売ってますけれども、それをやってもいいんですけれども、それっていうのが、こう、なんていうか、ゼロから積み重ねていっているものではないんですよね。だから、いわゆる基本単語集みたいな1500とか1300とか1500みたいな語彙のものが載ってます、売ってますので、ね、普通剣って書いてあるやつ。 そういう類のものを見て例えば、えー、と10ページぐらい、まあ、本屋さんで買う前にめくってみて10ページの中にどれぐらい知らない単語があるかですね。 仮にその中に10ページぐらいめくった時に知らない単語が1つ2つであればもういいと思いますけれどもその10ページめくった中に20も30も40も知らない単語があるんだとすればね1000から1500の単語集の中で20ページめくって2 3 0個の知らない単語があるんであればそれはね語彙力が全く足りてないです。 あの普通兼準2級の次2級っていうのがありますけれども1,500の単語帳でそれぐらいの頻度で知らない単語に遭遇するってことは、ね、受からないですねヒア,グにヒアリングにかかわらず受からないと思うのでねこの方が最初に質問してきたのはヒアリングの壁という部分ですけれどもそれを突破する一つの手段っていうのかなまあ一つっていうか唯一に近いと思いますけれどもそれは語彙力アップですね。 はい、あとは、えー、繰り返しになりますけれども、ご自分で発音をしてみると。そして、その発音するときには、スペルを意識しながらね、えー、発音してみるということをやっていってください。そして、えっ、ー、と、ある程度語彙が増えてきてな、増えてきたなっていうときに、何か自分が好きなテーマの文章であるとか、自分が好きな作家の文章であるとか、自分が好きなテーマのニュースであるとか、何でもいいですけれども、同じものをね、何回か、何回かずくずく聞くと。 一回でね、最初から全部聞き取れるってことはないですよ。あの、そう簡単にはうまくならないというか、そう簡単には能力、あの、ヒアリングの力って上がらないですね。いわゆる外国語能力っていうのは、一日で急激に伸びることはありえないので、 まああの地道な努力でしか伸びないと思いますけれどもねだからご自身で、えー、昨日よりも先週よりも先月よりもできるようになったっていうふうになかなか実感できないので続けるっていうのは非常に難しいところでありますけれどもやっぱり何か自分で好きなテーマのものを見つけて好きなテーマに関する文章を見つけて、まあ、それを聞くっていうことですねただその前には語彙をある程度高めるとまあ 最初にえさ,っきさっき見ましたなんか繰り返しになっちゃいますけども10001500ぐらいの単語帳をもうクリアしたぐらいからの話ですねそっから先が多分ヒアリングっていうのにもっとこう入っていけるっていう感じですかね今のその語彙力はどのぐらいなのか分かりませんけれども1500ないとしたらそれもまだそのそこのステップに来てないその段階にはまだ来てないんじゃないかなっていうふうに思いますね